はいどうも、サタネダブルスイッチです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、どこよここね。いやまあ寒いですね。寒いな、山奥来ちゃいましたね。ね、来ちゃいましたね。西宮テニスクラブにお邪魔させてもらってて、で今からもうこれ夜中の10時っすよ今。マジ何をしてるんですか。今からですね、ちょっと、ね、撮影をしようと思ってまして。今から撮影、はい、テニス YouTuber の2人、えちょっと夢のコラボ。ちょっと今ね、向こうでなんか、はい、携帯触ってるんと、テニスしてるんで、ちょっと行こうか。はい、喋りかけはしないんで、ちょっと怖いんで喋りかけはしないですけど、ぬいさんぽさん、あぬいさんぽさん、あれがぬいさんぽさんですか。ぬいさんぽさんと日本一さん、あこのコラボをね、ちょっとやりたいなと思っていますんで、ぜひ、楽しんでいってもらえたらいいかなと思います。今回内容なんですけども、ワンセットマッチ、ドグダーゲトーと太郎がぬいさんぽさんと日本一さんに挑もうということでやっていこうか。ちょっとやめてもらっていいですか。めっちゃ緊張するやろ。ちょっとワンセットやるんで、多分もう維持でもね設定、はい、トレーダーが気にしながらやっていこうか。やめて、はい、ワンチャンね、勝ちに行こうかね、はい、行こうかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。この動画がね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう、本編スタート。さあそしたらね、試合の方を見ていきたいなと思っております。でまあオープニングでもね喋らせていただいたんですけども、対戦相手はぬいさんぽさんと日本一さんになります。で、そこにですね、ドクター巨頭と、いつもカメラマンやってもらってる太郎にね、太郎と、2人でちょっと戦っていこうじゃないかなっていうので、ちょっと撮らせていただきました。で今回なんですけども、ちょっと動画が長くなってしまうんですが、基本的にはですね、もうリプレイ等はしません。で今回の趣旨としてね、まあもちろんドクター巨頭と太郎が絶対勝ちたいっていうところもあるんですけども、ぬいさんぽさんからですねお声がかかって、まあ年末最後の締め動画撮ろうじゃないかと、全員でね。でそういうことで、ぬいさんぽさんと、日本一さんと、ドクター巨頭の3チャンネルでね、ちょっとコラボという形にならせていただきましたのでね、ぜひ最後まで楽しんでみてください。で、概要欄にでもですね、ぬいさんぽさんの動画、日本一さんの動画も貼っておきますので、ぜひチェックの方していただけたら嬉しいかなと思っております。で、動画の最後にですね、まあ、年納めということでね、ドグダー巨頭と太郎でですね、ちょっと話を、一年のまとめをね、ちょっとしたいなと思いますのでね、ぜひ最後まで楽しんでいただけるかなと思っております。さあ、そうこうしているうちにですね、ドグダー巨頭太郎から01の4015。まあ、キープっていう形ですね。にしていきたいところですね。さあ、ぬいさんぽさんと日本一さん、ボールがね、早いというかね、ぬいさんは伸びてきて、日本一さんは早い、みたいな、ような感じでしょうね。ね、なので、太郎がね、やっぱね、結構緊張を、してるような形がね、かなりこう、コート内では、感じたんですけども、まあ、その中でもですね、どういう風な戦い方をしたのかっていうのも解説していきたいなと思っております。で、基本的にはですね、これもう夜の、まあ、10時過ぎぐらいかな、に、ドクター巨頭のチャンネルを撮らせてもらったんですけども、これね、かなり、寒かったです。この日。もう外はもうね、めちゃめちゃ空気が澄んでて、もう星空がめちゃめちゃ綺麗かったですね。星がね。さあ、サーティーオールですね。11サーティーオール。日本一さんのサーブで、ここでキープされたらね、僕らからしたら、太郎のサーブがね、どうしてもなかなかキープできないんですが、ダブルフォルトのオンパレード。ありがとうございます。このゲームで3ポイントはやっぱダウンホールとしては、それはさすがに僕らも、ゲーム取れるよねっていう形になりましたね。さあ、ここで、日本一さん早すぎて、ドグダー巨頭反応できておりません。かなり怖かったです、これね。で、太郎とですね、いろいろこう戦略を練って、やったんですけども、まあ基本的には打たれないっていうのをちょっと目標に頑張ってたんですが、やっぱね、ラリー戦になってくると、やっぱぬいさんと、日本一さんの方が、やっぱちょっと一枚上手やなっていうのを感じましたね。やっぱ太郎がね、ちょっとね、焦ってしまったような形になるんですけど、結構狙われてたんですね。ですが、そこら辺結構ね、今回、今こうやって太郎が言うてますけども、今回太郎もめちゃめちゃ頑張ってくれました。なので、結構面白い試合になっております。さあ、2-2 の、15ラブで、今15オールになりましたね。さあ、ドクター巨頭と、太郎からしたら、まあ、ここのぬいさんのサーブをブレイクしたいっていうのをめちゃめちゃ思ってました。ですが、今さっきの流れでいくと、ぬいさんキープ、ドクター巨頭キープ、日本一さんブレイク、太郎ブレイク。この流れ皆さん覚えておいてください。ここのゲーム、
これちょっとキーポイントですね。ここは僕らからしたら仕掛けていきたいところなんですけども、ちょっとイージーミスで 2-3 と。さあここでドクタケ等のサーブ、言ったらやっぱりイメージとしてはサーブはね、ヌイさんも、日本一さんもかなり、強いんですけども、やっぱ今のこの今日のねこの状況で言えば日本一さんのサーブはブレイクしやすいのかなと思いましたので、基本的にはヌイさんのサーブを、ブレイクするか、もしくは、太郎のサーブをキープするかっていうのをねしっかり考えてやっていきました。さあ、40-50 ね、ドクタケ等サーブワイドセンターのついてきたのをファーストボレーしっかり打っていく。さあ3オール。さあここのゲームは僕らからしたら是が非でも取っときたいところですね。さあ15ラブ、 E ワイドのサーブで太郎もしっかり返してくれた。しっかりとですね、あの太郎がやっぱね、あのオールラウンダーというかちょっとスピードは遅いんですが、結構ラリーとかできるし、まあ返すっていうショットもできるので、そこら辺をねなんかうまく切り替えたら、うまくね使っていけばいいのかなと思います。ただですね、やっぱねショット力にそこまで自信がないんですが、ロブボレーを使おうとするんですよね。これちょっと良くないなと思います。流れ的にはですね、皆さん覚えてほしいのは、なんか結構いろんなショットが打てる、でこうやってボレーに来てこうやってね粘れることができるのであれば、もう粘り続けた方が絶対いいと思います。なんか苦しくてロブボレーとかやってしまうとかなり流れが失いますので、それだったら眼光陣でねロブ交えながらストロークしてた方がマシなのかなと思います。さあここでセンターに浮かしてしまって失点で、太郎ドクタケ等から15-40。さあしっかり疲れていってこれでブレイクと。今さっき1巡目と2巡目一緒の流れですね。さあここら辺2巡目後半に入ってきた、終盤ですねに入ってきたところで、ヌイさんのサーブをどうにかしたい、もうこれしか考えてません。なので、太郎といろいろ話し合ってね、どこに打とうかどうしようかっていうのを考えてました。さあ太郎がしっかりとどこだけどちょっと甘いロブボレー打ってしまった。さあラブ30。やっぱね動画で見るのと実際で受けるのって全然印象が違うので、どっちかといえばね、やっぱヌイさんってパッと見、どれだけでもそうですけども、パッと見やっぱそんな早ないです僕ら2人は。ただ多分皆さん試合やったことある方は分かると思うんですけども、伸びはすごいですヌイさんは。でどけだけとはしっかりとこうコントロール系とかねよく使うんですけども、そこら辺がね多分ちょっとなんか動画見てるのとやるの違和感が多分皆さん感じると思いますね。さあしっかりとかわしていって太郎が打ってくれて40オール。さあここブレイクチャンス。さあしっかりリターン足元をしっかりファーストボレー打ってきた。さあ太郎が頑張ってついてるついてる、これじゃあこれはね太郎にちょっとね突っ込みましたね、絶対アウトやんみたいな、いやあれ取ったらダメだよねっていうのを言いましたね。さあっていうことで、あそこをウォッチしてたらここドクタケ等のサーブでキープ率高いので、ここは取りたいところですね。これドクタケ等めちゃめちゃいいファーストボレー。さあ30ラブ。さあサーブちょっと緩めた形。さあ40ラブ。さあここはちょっと甘いサーブ入ってしまってリターンぶち抜かれていく。ここもちょっと甘いサーブが入ってしまった。さあ40-30、どこかな、ワイドかな、ワイドですね。でも回り込んでくれて振り遅れて失敗と。さあゲーム5ボール。さあこうなってくると、今さっきも最初の1巡目の流れの言うならこうヌイさんキープ、ドクタケ等キープ、日本一さんブレイク、太郎ブレイクの形に持っていかないと苦しいですよね。なのでこのゲーム絶対落とせない、ゲームになっております、ドクタケ等からしたらね。さあしっかりとラリー戦になっていく。ドクタケ等食らいついていくが、ちょっと甘くセンター入ったんですが、ヌイサンパさんがちょっとイージーミス。さあ30-15。さあここで太郎がしっかりラリーをしていく、ラリーをしていく、ドクタケ等しっかりケアした、太郎も返してくれる、ドクタケ等が最後フィニッシュと。さあ40-15。今の形めちゃめちゃいいですね。なんかリプレイ今回はしないのであれなんですけども、かなりいい形。さあどこだけど今回ロブ結構しっかりと、使えてましたね。さあここのファーストボレーは自分でもさすがやなと思いましたねまあ自己満になっちゃいます。さあどうしようね、これね太郎のサーブがですね、この2人はめちゃめちゃストローカーなので、元々がね、ヌイサンボさんと日本一さんがね、
ソロカノンでちょっとねリターンめちゃめちゃコントロールされてるので動きづらいなっていう印象がありましたね。さあスマッシュ打っていく太郎が打ったんですが、これジャストアウト。さあラブサーティ、さあいいセンターサーブ、さあここはいいボレーですね、沈めていった15-30。さあしっかりとファーストボレー、いや太郎めちゃめちゃ馬なりましたけどね、これめちゃめちゃもったいない、今のポイントしっかりと決めとけばっていうのがちょっとありましたね。このゲームちょっと注目です。さあしっかりカットした毒だけどもしっかり取っていく、ヌイさんボさんがちょっと吹かしてくれる30-40。さあちょっと毒だけど仕掛けていきたいところ、さあファーストボレーしっかり深く入れていく、ロブでスマッシュ決めていく。今さっきのね最後のあの2ポイント前ですので、あの太郎がチャンスボールをしっかりと、決めといてくれたらもうここでゲームで7-5やったんですね。ですがここでブレイクされてしまってタイブレイクと。さあ年末最後、の試合なんですが、かなり見応えのある試合やと、毒だけど自負しております。皆さんこれも最後まで見て絶対楽しんでくださいね。さあ、スマッシュを打っていって日本一さんが失敗と。さあ 1-1 毒だけどサーブなんですが、ここでダブルフォルト、めちゃめちゃ自分の中でもったいないなと悔やみましたね。さあ 1-2 さあしっかりとサーブ打ってリターン返してくる。さあしっかりラリー戦を仕掛けていくファーストボレー、このヌイサンポさんのボレーかなりスピードが緩められてしまったので毒だけど手が出なかったですね、足もね。さあ 2-3さあ甘いサーブだったんですがちょっとラッキーポイント。さあ3オール折り返し、さあサーブワイド、ここでワイドをね1回も使ってなかったのでワイド1回仕掛けたろうかなと思ったら、さすがヌイサンポさんもうストレートぶち抜いてきましたね。さあ 3-4 これでファーストボレー吹かしてくれて 4-4 さあ激ゼリどうなっていくこの試合。さあめちゃめちゃいいサーブ差し込まれて入ったんですが、抜かれていくと。でですね、動画の最後に、今からですね太郎とドクター巨頭が、ちょっとまあ年納めということでね話していきますのでね、ぜひそちらの方も見てください。さあということで、はい、まあヌイサンポさんとね、うん、日本一さんとのこう対戦をしたんですけども、はい、どうでした？すごい強いなっていうのは当たり前なんですけど、うん、ドクター巨頭、うん、日本一さん、うん、ヌイサンポさん、うん、この3人の中で試合できてるってだけで、うん、おテニス頑張ってきたなってうわーってしてました。どうでしたか？俺は負けたくない一心やん。申し訳ございません、それはね、ほんと一試合やったんですよね。一試合やったんですか、ね、はい、全然勝ってたんですけどね、なんならん、なんなら勝ってたんですよ。いや、負けは負けです。認めないと負けはちゃんと。まあ、そうやね。と、はい、いうことでね、今回なんですけども、はい、まあ、1年の納めということで、はい、まあ、ちょっと1年ね、軽く振り返っていきたいなと思うんですけども、はい、男だけどと太郎でね、こう二人三脚でこうやっていってるんですけども、はい、もうそろそろ約2年なんですよ、そうですね、YouTube 初めて、はい。去年の今頃って、登録者数どれぐらいだったかなと思い返すと、はい、3000人ぐらい。なもんすかね、5000人、4000人ぐらいかな、うん、でそこから今やの1万3000人増えたので、めちゃめちゃ嬉しいな。そうですね、伸びましたね。ありがとうございます、ありがとうございます、まだまだこれからも頑張っていくんですけども、はい、まあ、なんかやってて、なんかこう、一番良かったなと思うのが、ドクター・チルドレンたちが、こう、上手くなっていってる。うん、ドクター・チルドレンたちが、こう、やっぱね、毎週毎週こう練習に一生懸命来てくれるっていうのが、はい、なんかこう嬉しいところではありますよね、うんうん、はい、まあ、でもやっぱそのチルドレンの皆さんも、うん、この環境ってすごく喜んでると思うんで、うん、やっぱね、そんななかなか、ね、練習できる人じゃないですから、うん、あなたはね、まあね、そこまあねやったらあんまりそこまで下がってくる、うん、上げたり下がったり下がったり下がったりすごいいい環境やなって僕らは思ってますけどね。なるほど、まあ、でもまあ、でもそういうのはね、別に逆に僕からしたらありがとうっていう気持ちがあるんで、うん、なんか別にそんなこうやったってますっていう感覚はない。あ、そうですか。全然ない。うん、うん、なんかこう一緒にやろうぜベイベーみたいな、ベイベーじゃじゃじゃベイベーみたいなっていう感覚、うん、ちょっと編集難しす難しくするのやめてもらって編集難しなる、難しなるこれ。ええんちゃう、頑張ってください。はい、はい、もうこのプレゼント機はお年玉企画しようかな。これ見てない方は分かりません。目玉企画ですよこれ。目玉親父ですよ。
違う違う何で変えるの一緒でええやん